どうする？さあね、側面のあれは家かしら。ひとまず上目指す。What's up, ladies and gents? どうも皆さん、こんにちは。マキュリーです。アンチャーテッド・ザ・ロスト・レガシー、古代神の秘宝、チャプター7ですね。プレイしていきたいと思います。で、このチャプターもかなり長いチャプターで、チャプター4をね、探索したときに8時間約探索して、収集品見つけたと言ったと思うんですけど、このチャプターはね、約4時間ぐらい探索しました。で、やっとね、見つけたんで。で、ここはね、前回のチャプター4は、収集品が大変だっただけなんですけど、ここは収集品だけじゃなくて、戦闘も非常に多くてですね、特に最初の10分ぐらいはもうひたすら戦闘なんで、その面でも大変っていう。おそらくね、相当難易度は高いと思います。主流弾。もう一人重装兵がどっかにいるはずなんで、おっと。よいしょ、おい、バイバイ。仲間だ、やられてる。もう一人おるか。広がれ、くまなくて飲んだ。空に行ってわけじゃないか。ああ、そっち側ね。なんだ、いたぞ、捕まえろ。この辺はね、戦闘ゾーン。弾切れ。危ねえ。デザートイーグル強え。
サルトライフル落ちてないかな。まだいるんですけど、とりあえず、はい、これで、1つ目のロックボックスおよび2つ目の収集品ですね。1個目が写真なんで、で、この辺であれしたらダメで、まだまだ敵来るんだね。 C4 ニトロセルもう1個あったよね。 OK、でメイン武器がこれで、サブ武器にこれか。よし、行こうか。ここほんと厳しいから。よし。で、今からまだまだ戦闘パートがありまして、それが終わるとやっと、一旦落ち着く感じになるんですけど。敵がね、突然湧いてくるから、ほんとに恐ろしいんですよね。ここはね、もう自動的に見つかっちゃうんで、一回退する。装備は厄介なんだ。この武器が最強なんだね。ほらほら、いって RPG7 は痛い。最高、待てよ。まだまだ敵来るんでね。来いや。まだ来んのは知ってんぞ。あえて来おへん感じかな。もしかしたらこう私たちが近づくと敵が出てくるようなシステムになってるのかも。ほら来た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 来
はい、オッケー、もう大丈夫。片付いたよ。ふう、出口見つけるよ。いやー、ここで銃を取っとかないとね。ショットガンでもいいけど、アサルトライフルのタイプがあれば一番いいんですが、誰かタイプ落としてないかな。まあショットガンでいっか。じゃあよし、じゃあ行きましょう。ええ、今行く。じゃあ先行ってみましょう。町に入る。うー、絶景。あぶな。上行きまして、上だよ。入り口見つけられないから作っちゃったんでしょ。アーサーブって遺跡に興味ないわけ。うわ、自分にしか興味ないんだよ。ある意味残念、誰も知らないのよ。で、今もう取ってないんですけど、本来ならここに宝が1個目あります。で、もうこのいつもはね、宝の場所だけ確認したら取らない感じでずっと来たんですけど、今回はもう全部ね、取っちゃったんで、ちょっとね、一回宝取っちゃうと、もう一回またミッション最初からやり直しってしても、もう表示されないなれなんですけども、とりあえずここにね、宝1個あります、この洞窟のところに。で、ここから。また神様？多分ホイサラ町の王ね。王様は何人いたの？11人。最後の王様は少年よ。でも少年王はペルシャから都を守った。行けた、こっち来て。こっちか。はい、で次はね、このこういう像があるところ。ルールだって証拠欲しい？しばしよ。なんでいいの？あれはガネーシャだろ。象の頭になる前かもね。シバシンの次男カールっていう契約もヒンドゥーの分身よ。兄弟なのに違うの。はい、で次の宝物ここにあります。ここね、ここ。ダック、入り口が。さっきの爆発はこれだね。別の道があるはず。ナディン、こっち。うわ、最高。最高。次、これ。ここにあります。ここね。で、次は。何してるの。まあこう潜ってまっすぐ行きまして、で出てきますと、確かこの辺りだったっけな。もう一個はね、これ井戸じゃないの。この辺の水中に確か1個あるはずです。
行く。水銃じゃなかったっけな。まあ、なんせね、このエリアの、このそこに階段があると思うんですけど、階段に行かずにこのエリア内、水のあるエリア内に一つあります。どこやったかな。宝物を本来ならこう光ってて、で実際に私が取ってきたように今まで取ってきてもらうと、ブレスレット、宝物が近くになったらピコピコ音が鳴るブレスレットをもう皆さん持ってるはずなんでね、このエリアに来たら、その宝物の近くに来たらブレスレットが鳴るんで、鳴ったらまあその辺にあるということで、それでわかるかなと思います。なぜここのこの、やばい、バグった。なぜこのエリアに一つあります。でそれが終わったら今度階段の方に行くと、でここで写真はまた撮れるみたいですね。写真は一度撮ってもまだ撮れるけど、宝物はもう回収できないっていう。あれ見て、女王と下女ね。王家のお風呂だったのかも。女性の像もあるんだね。はい、でここで会話で、会話と写真と箱は再びできるみたいですけど、宝だけが再回収できないみたいなんで、残念ですよね。さ、宝も回収できるようにしてくれたらよかったのにね。でこれがまあ会話と。女性も活躍したの。特に女王は。驚かないね。王と男どもは戦でいないし、芸術にも精通してたのよ。詩とか音楽とかね。ベルールは彼女たちの都。まあ取れないに関しましては、歴代のアンチャーテッドでもそうだったんで、チャプター一回取っちゃうとリスタートしても取れないっていう、その頃からこれに関しては変わってませんね。でもう一個別のやつがここにあります。この辺にあります。でもう一個のお宝は、あ違うか、こっちかな、こっちかな、この辺にあります。多分この上やね。でもう一個のお宝がこの辺り、この棚のこの辺や、この辺やったかな、ここやったかな、この棚のあたりに一つあります。ブレイザー、こっち。わあ、これは、うわ、すごいわね。祭壇みたいなものかしら。民のために尽くした王様たちか。守ってたのは牙だけじゃなかった。牙は権力を象徴するものだって歴史家は信じていたけれど、それは間違いだったのね。牙はホイサラの民と文化の象徴であり、国そのものの象徴。じゃあこれは何？ここに来た。何か大きなものか。一言言ってくれてればよかったのに。あんたと母さんを守りたかったんだろう。アサーブに牙を渡すわけにはいかない。私がそうはさせない。ありがとう。礼は生きて帰ってからだよ。賛成。ガネーシャは
こっち。で、ここで今度写真が撮れます。わあ、感動もの。こんなものが隠れてたなんて。どうやってあそこ行こう。すごいですよね、滝が。で、ダイブしまして、さ、十分すぐ後ろに行きますと、まあこの辺ですね。で、この辺で、潜ってください。すると潜ってもらうとまた別の宝があります。ここの水中です。よいしょ。で、それが終わりますとブレスレットが鳴ると思うんで、まあ、分かるかなと。終わるとこっち側かな。はい、で、ここに来ましたら、また確かこの辺にね、宝物があります。多分ね、この辺りじゃないかな。この辺りぐらいに。で、もう一個、さっきここ渡っちゃったんですけど、これを渡る前に、やっぱりあの、宝物のブレスレットで音が鳴ってくれないとさすがに、難しいんですけど、これ、今、向こうからね、水中渡ってきたと思うんですけど、そこ水中戻りまして、戻りましょうか。くださいね。でもこれ戻れるんかな。昨日ところ来たから。ここ戻れる？あ、戻れないですね。ちょっと戻れないになるんですけど、まあ戻りまして、さっき橋から飛んだと思うんですけど、滝の目の前で飛んですぐ後ろ側の水中にあるって言ったと思うんですけど、あれの近くにもう一個ね、水中にあるんで、水中に、あそこ水中に2つあります。で、それが終わったら植物溶けてこっちの方に来ると。宝物をもう一回取れるようなシステムに変えてほしいですよね。そうしたら分かりやすいのにね。で、こっち行きまして、まあ、このチャプターめっちゃややこしかったんで、チャプター4に負けないぐらい。で、こっちでしょ、まあ、なんせ先ほどの水中のところに宝物が2個です。で、一応ちょっと今回はこのチャプタークリアし終わった最後に、私が言ったところのチャプター全部宝物取ることによって、ほんまに宝が今までのやつね、全部取れてることも一緒に見せていきたいなと思います。さてと、これジャンプ、ジャンプして大丈夫か。先行ってくれてありがとう。いいのよ。で、写真。ねえ、平気？ただちょっと気持ちの整理をつけたいなって。ちょっと、ナディン・ロース！信じらんない。何なのよ。気持ちの整理ついた？ああ、ムカつく。まさかの落としてくるナディンロス。あー、これやばい。あっ、ぶね。あ、オッケー。行く。油断ならない。ここかなり狭そう。こんにちは。素敵な街じゃない。素敵な街じゃない。
はい、でここを降りますと写真ですね。でそれが終わると今度また水中行くんですけど、水中のね、この柱と柱があると思うんですけど、この柱と柱の間にまた宝物が一つあります。でそれが終わりますとこの銅像があるところの前まで来て、ここで潜る。完全に水没、扉のてっぺんだね。よし、うん、それじゃあゆっくりね。何？耳に水が入った。最悪ね。タオル持ってないの？借金。ねえ、これ。ああ、すごいって言い飽きちゃった。売ったまげたはどうだ。ありね。はい、でこの辺に写真が。ここは一体何？王座の間、宝石だらけの牙を隠す場所だといいけど。けいで、それ取り終わりますと次こっちですね。でここ潜りますと水中に一つあります。上り階段だよ。でこの中ようわからんやつの下の部分にここに一つ。やだ、これってもしかして。多分そういうこと。円盤が必要になる。その通り。じゃあまずはサーブを見つけないとね。こっちが見つかるか。もう一個は右側の方に来て、この奥ですね。そこに宝物ね。行けそう。待って、宝物以外はまだ取れるんで。で、今度それが終わりますと反対側。ナディン、こっち。了解。ここにまた一個あります。この辺ね。ああ、それっぽくなってきた。部屋の周りにいくつかフランクがある。動いてる。どういうこと？下の。この像が大きいおかげで、シバ神がキングコブラのネックレスをしてるって気づいたよ。バスーキ。ここかいは。ナーガの王ね。キングコブラの姿をした精霊よ。恐怖と死への支配を表してる。うん。ヘビはコブラが一番好き。ヘビは基本的に全部嫌い。え？よし、次は。これだけじゃないはず。何なのか分かんないけど。フル、反対側を見てみる。オッケー。はい、で次の宝物はですね、ここを下に行きます。で入るとここ、この辺に一つ。あー、撃ってもうだ。一発もったいない。で上に上がってもう一丁上がります。そのまだこのくるくる回すやつがあるんですけど、無視してですね、これをそのまま上に行く。するとこの広場のところに、このなんかでかい木が、草があると思うんですけど、この草の後ろの部分、ここにあります。これ全部宝物ね。でこれが終わりますと、もう一丁クランクを回す。あと宝物1個です。今の見た。あと宝物1個、会話1個、写真1個で終わりですね。
で、あれをぐるぐる回しますとですね、もう一丁ここ登って急がなきゃ渡っていく。うわ、後戻りはなし。はい、でまあずっと登っていきますと傾いてくるんで、それにこうしがみつきながら上まで行くと。じゃあ自分の家が見えそう。うわ、じゃあはい、今下に行く。はい、で左側終わったね。今度右側も同じことをする必要があるんで、ウォータースライダー。いやふー、あぶね。ありがとう。この距離から落ちても死なないという。でこっちやね。でこれでまたクランクあるんですけど、これを回す前にですね、こっち行きまして、でこっちの方はナディーンが回してくれるんで無視で OK。 こう下に行きますと、このここですね、この部分にまたもう一個別の宝物があって、それで、宝物は最後です。であと写真とあの会話なんですけど、写真と会話はねこのエリアじゃなくてもう一丁先のエリアなんで、とりあえずこのクランクを回して謎を解く。まあ謎解きっていうほどのもんでもないんですけど。オッケー、これは任せて。こっちは私。でこれやるとね、手で持ってるのがこうシュイーンってくるんで、太鼓か。で制限時間あるんでちょっと急ぎ目に。行くわよ。太鼓に、ほら飛んで。砂時計じゃないの？砂時計型の太鼓。あーもうまたなの？捕まって。おぶー、あぶー。それじゃあこっち側の水を流すわよ。よしよし。これで両側水が流れた。見て、扉。ああ、行ってみる。もうすぐわかる。うまくいきそう。ええ。芝の第三の目。光が反対側のあの像を照らしてる。まだってこと？ホイサラ人はかなり本気で守ってたみたいね。行こう。まあ、これが1個目の謎解きですね。これは何なの？会話ができるようになると思うんやけど。これ回してからかな。
あいつが持ってるのはプリズムだ。会話会話会話コマンドが表示されないかも。もうちょい。このあたりから。いい感じ。会話が。あれじゃあ、残り2つもやる？合ってたね。そうでしょ？何が？あんた言ったろ？象とか斧があった場所でさ、3つずつだって。矛の先端も、3つに分かれる光も、第三の目もね。第三の目のこと知ってたの？ああ、H。そう、それと高い。どちらか授けるためにだけ開く。英知がいいね。破壊かも。はい、これで、会話終了です。あと写真が1個残ってるだけですね。これできたかな。もうちょっと。わかった。行き過ぎ。なかなかこれね、動かしにくいんですよね。カモン、もうちょっと。わかった。これでいけたかな。多分。待って。駅？うん。ほら、ほんと最高の銅像ね。早く行って。重いんだよ。はい。マッチョー。で、ここでね、最後写真撮れるんですよ。何撮られへんやろ。ここでね、写真撮るアイコンが出るはず。もう撮ったからなんかな。
まあ、とりあえずここで写真撮れます。もろくなってそうだよ。了解。オッケー、うまくいった。もう下ろしていいの？ちょっと待って。なんだ、ここからじゃ見えない。いいから、じっとしてて。あの水、清めの儀式ね。ねえ、でも。あ、もう下ろしていいわよ。見つかった。行くよ。嘘。なんで写真撮れなかったんでしょうね、さっきの部分で。あそこで撮れるんですけどね。バグかな。G4 だ、まずい。油断するな。捕まえたい。ありがとう。いいのよ、俺の相棒に手を出すんじゃねえ。ショットガンよりもこれでいいか。そこ、ほら、あの扉から行こう。先進まな出てこんタイプの敵か。邪魔や。これで勝った気になるな。殺せ。もう観念するんだな。ここで終わらせてやる。撃つんだ。死刑。やべえすぎるな、これは。
おやおや、ずいぶん派手に落ちたな。心配したぞ。来い、感動の再会だ。説得したが、口を割ろうとしなくてね。ああ、サム。ひどい。よう、遅かったな。サム。平気だって。女みたいなパンチだし。それ本当？私が本物の女のパンチ食らわせてやろうか。なんでこいつがここにいんだ。助っ人呼べって言ったから。そうだけど。それにしても。貴様らにはしてやられたよ。私から円盤を盗み、専門家を使って無駄足を踏ませるとはな。まあ言ったよ。インド人を親に持つだけあるな。ありがとう。さて、フィナーレと行くか。自分で歩けるって。ナディーン、どうすね。黙ってて。おい、ご挨拶だな。黙ってて。あんた臭いね。ああ、これは失礼。ここのとこシャワーと石鹸とはご無沙汰なんでね。ったく、よりにもよってこいつを連れてくるとはな。何度も命を救ってくれた。忘れたのか。こいつは姉さんと俺を何度も何度も殺そうとしたんだぜ。あんたたちだって彼女を殺そうとしたでしょ。でもよ、問題そこじゃねえだろ。絶対背中向けた瞬間、一思いにグザーだね。全部聞こえてるよ。ああそう、彼女は平気よ。あ、そう。もういい。苦労してきたってのに手ぶらで帰らなきゃならねえこの気持ち、わかるか。あんただったらよくわかるよな。ねえ、ちょっと。ご丁寧にどうも。ちょっといい加減にしたら。手加減はしたよ。放課後校庭に来い。早くしろ。からの最後の試練ってとこか。私たちは必要なさそうだし、それじゃあ、まあまあ待て。昔話をしよう。ふん。かつてシヴァがパラシュラーマに斧を授け、その斧がガネーシャを襲い、シヴァの息子であり偉大な神であるガネーシャはひざまずき、戦いの犠牲者となった。やめな。マジでクロエ殺されるだけだって。その通りだが、断れば仲間が死ぬ、苦しみもらえながらなる。わかった。クロエやめろ。
クロエ、こいつの思い通りにさせるな。黙れ。ちょっと待って、降伏してる。落ちてくるよ。黙れ。ガネーシャ、随分な障害用意してくれたじゃない。何してる。いいか、見てて。降伏した。大丈夫？ええ、びっくりしたけど。おマジかよ、さすがネイトの元カノ。どういうことだ。俺の弟。あなたのお勉強が足りなかったのよ。ガネーシャは自ら斧に撃たれたの。あえて。理解できんな。そりゃ自己中には分かんないわよね。つまりガネーシャはパラシュラーマに勝てたのよ。楽勝でね。でも勝てばシヴァの手によって作られた斧は弱いってことになる。己を犠牲にして父の名誉を守った。ねえ聞いた？ナディンですら自慢ぶり返してるのよ。ああ実に美しい。今度はだんまりか。その気はあんたにぶっ刺してやりたい。貴様らをこの手で殺してやりたいが、この場を怪我して神の怒りに触れるわけにはいかないからな。じゃああいつら何してんだ。まさか部屋を沈める気。お別れだな。ねえちょっと、そこまでする必要ある？破壊を恐れることはない。浄化され生まれ変わるんだ。人思いに撃ち殺したら。だな。溺れながらこれまでの自分の決断を思い返してみることだな。そうすれば来世はマシな人生になる。カツく。おいマジかよ、俺やり残してること死ぬほどあるんだけど。私もだよ。あんたをもう一回ぶちのめしたかったのに。っていうかそもそもなんでお前と一緒に溺れ死ななきゃなんねえんだよ。ちょっといい加減にしてくれない？考え事してんだから。ねえどうしたの？私って準備いいのよね。やるな。やっぱり急いじゃん。平気、大丈夫。ヘリなんてどこから？取引相手から。どういう意味？小耳に挟んだんだけどよ、古い列車の車庫で武器の取引するって。牙を売る気だ。文化守りたいんじゃなかったの？なあちょっといいか。まあその
さっきはどうもな。プロの経緯だろ。だな。仲直り？いいや。だよな。急げば取引を邪魔できるんじゃない？あれ乗ってこ。気に入った。あそこ列車の線路が。止めるわよ。慎重に行った方が良さそうだな。アサーブの手下だらけだ。おいおいおい、それじゃ牙取られちまうぞ。一緒に来なくったっていい。俺はただ急がないと。もう分かったから。喧嘩やめて歩く。ずっとアサーブと一緒にいた。はい、というわけでここからがチャプター8、相棒になります。で、また次回の動画でお会いしましょうということなんですけど、とりあえず一旦メインメニューに戻りまして、今までの宝が全部回収できていることをちょっとお見せしたいと思います。はい、でメインメニューに戻ってきまして、ストーリーのチャプターの選択ですね。プロローグから1分の1、1分の1、1分の1宝物、5分の5宝、1分の1写真、4分の4宝、3分の3写真、1分の1鍵、まあ、箱ですね、鍵っていうのは。で、19分の19宝物、9分の9写真、4分の4会話、11分の11、箱と。で、これ6分の6宝物、4分の4写真、5分の5特別な会話。5分の5宝物、2分の2写真、1分の1特別な会話、3分の3箱。で、16分の16宝物、7分の7写真、3分の3会話、1分の1箱ということで、で、これはもちろん次、やっていくやつになります。はい、というわけでね、今までの私のやった通りに撮っていただくと、全部、宝物、写真、鍵、会話、撮れるはずなんでね、まあ、こんな感じで来ました。で、残るチャプター、あと2つということで、アンジャデッド最後の秘宝ね、最後の秘宝じゃない、古代人の秘宝か、最後まで楽しんでいきたいと思います。はい、というわけで、どうも皆さんありがとうございました。また次回のアンジャデッドでお会いしましょう。See you next time. Peace out.